やった。めっちゃ目乾燥するのにコンタクトじゃない目薬を置いてきてしまった。やってしもうダメな。そう、それに電話やったのがこうズームを使ってのテレビ電話みたいな感じになるんです。どうですか皆さん的にはどっちの方がいいんですか、電話とそういうテレビ電話みたいなの。ちょっとなファースがこの髪型とかをする時のポイント、ここをちょっとこうやって流すこと、これをやることによって一気に雰囲気が良くなります。顔見れる方がいい。あ、確かに。でもハースもそのテレビ電話になりますって聞いた時に絶対その方が喋りやすくなりそうやなと思いました。でも声だけと普通に顔、自分の顔も出すのと両方できるみたいなので皆さんは選んでください。そう、緊張する。そうやな、確かにハーサも絶対緊張すると思う。これは私のやつですね、サロニア。これはな、買ったんやな、確か買いましたね。電源切っとこう。久しぶりの会話がズームってな、ちょっとなドキドキするけどいけるよ。大丈夫、けんちゃな。あ、あった、探してたのに落ちてた、 目の前に。今日は、今日の配信は私はこの前髪の一部分を使ってハートを作りたいと思います。髪の毛にそのまずこの前の見てくださった方は分かると思うんですけど、難波自宅警備隊で、ひつまぶしの4人、かりんさん、七歩、中野未来の私の4人で配信をした時に七歩にドッキリを仕掛けるっていうので、前髪を私が思いっきりねこう全部真上にボーンって立てたんです、アンテナみたいに。でそれをやった時に、あ、前髪とか髪の毛でいろんなんできるんじゃんって思いまして、あ、ハーサーアニョーンって思いまして、それでちょっとそのね前髪を立てるために髪の毛を固定するスプレーも見てくださいましたか皆さん。皆さんちょっとはじめあれをやるときはすごい、これでちょっとファンの方減らへんかなとか引かれへんかなとかめっちゃ心配やったんですけど、こう皆さんが笑ってくださってたらそれはもう大成功です。でその時にね固めるスプレーを買ったんですよ。それがこちらです。こちらトリエっていうものなんですけど、これはケープよりも強いっていう風に聞いたことがあって、しかもこのトリエっていうのは強さが、固まる強さが0から10まであって10が一番強いんですね。でそのなんと10なのです。これはめちゃめちゃ固まるの。トリエです。これトリエめちゃめちゃ固まるんですよ。だからその分ねこう洗ってシャンプーとかして取るのも大変なんですけど、まあ大変って言っても取れるんですけどね。なので私は普段あんまりこう日常とか公園の時とかも、そうカチカチやでとかも、もうあんまり前髪を固定して固めたりとか日常でもあんま使わないんですね、このこういうスプレーを。だから使い道がなくてすごく困っているのです。というわけでこのトリエをの使い道を探そうという意味でもあり、私のやってみたい
このどんな髪型ができるのかというのもあり、このトリエを使って楽しんで実験していきたいと思います。イエーイそう、私はもうなんかまずは一回やってみたいのは、ここら辺の髪の毛を前髪短いのを取って、ここにこうやってやってこうハートをこうやって作るっていうのを、おパチパチってありがとうございますっていうのを一番やってみたいんですね。あとはここら辺だけをこうちょんと立たせる、こうやって。でもここで一つ問題があるのです。これはどっちもやってみたいんですけど、私はでもどっちか一個を先にやったら、もうその時に固めた髪の毛はカチカチになってもう動かなくなるんじゃないかって思うんです。以前前髪を全部立てた時ももうすごいカチカチになったので、だからハーサはどっちかにしようと思ってハートの方をやることになりましたハートをやります。そしてこれを、こういうスプレーをねよく使ったりカチカチにする場合がする時が来るかもしれないという方のために、こういうのを使った時の取り方があるんですけど、それはなんかメイクさんとかあとジョーさんに教えてもらったんですけど、まず普通はこうお風呂入って頭洗う時にこう濡らしてシャンプーしてトリートメントしてみたいな感じじゃないですか。そう、でもそれだとこれは落ちません。だいたいは落ちるんですけど、なんかほんまに落ちてるかなってちょっと不安になることがあるんですよ。だからこれを落とすためにはまず普通に濡らすんですね。軽く濡らしたら先にトリートメントやリンスをつけます。つけてこうなじませるんですよ。そしたらちょっとずつ髪の毛が柔らかくなっていくんですね。そんで、あ、もうそろそろ柔らかくなって普通の髪の毛の触り心地に戻ってきたなって思ったら、それを流してでシャンプーしてまたリンストリートメントするっていう超上先輩のアドバイスですっていうのがやり方の一つです。なのでそれをやったら大体のことは落ちるので、皆さんぜひもしこういうのをやる時が来たってなったらやってみてください。本当にこれはジョーさんからのすごく大切な教えですそうなの。それで私は研究生時代に固定ヘアがサイドポニーだったので、サイドポニーをするたびにムースめちゃめちゃつけて、このトリエとかケープとかをねすごいバー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 やってたんです。バー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 やってたんですよ。その時にどうしよう、もう皮膚もなんか荒れてきそうやし全然取れへんしで痛むしって思ってた時に、ジョーさんとメイクさんがその方法を教えてくださいました。なので皆さんやってみてください。まあやらへんやろうけどそういう機会がありませんですよね。本当にそう思う。そうバー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 やってたんですよ。うっしゅって。そう、うん、やらないですよね。だからその方法で今日はお風呂で落とすんですけど、まずハートをねやってみたかったのでやろうと思います。ちょっともう髪の毛がさボサボサやねんな。昼寝して思いっきりお家帰ってきて5時間も寝ましたよ朝そう5時間も寝たからな。この髪型でハートっていうの、ハートを引き出させる髪型は何だろう。この髪型でいけるか。っていうのこれずっとやってみたかった。普通の睡眠やんそれな。ほんまに普通の睡眠やねん。ちょっともうね寝起きの
髪型と同じ予定やからね、前髪とかもいろいろ不調よ。もうここら辺パヤパヤやで。パヤパヤ？パヤパヤではないか。うん。そう。今日の夜はひつまぶし電話かな。どうやろ、電話するかな。韓国の方が韓国語でコメントしてくださって嬉しいです。ハムさん、みんな、ミラコと電話した。今日してないんです。でも昨日はした、確か昨日はした気がする。生電話緊張する？緊張しなくて、普通になんか友達と会話する感覚で電話しましょうね。だって30秒でしょ、1枚っていうか一瞬に終わっちゃうから。まあいつもの握手会よりは短いけど、じゃ長いけどな。ケイトと不仲になった？どうしてそう思ったの？なってないよ。いつも通り、いつも通りハートコンビは順調に愛を育んでおります。は、離れてもうた。大丈夫です。そう、ズームつなげる時間かかりそう。あ、そっか、今回の電話をするにあたってズームを入れないと、ダウンロードしないといけないっていう方もいるんですよね。でもハーサも今回の、あの自宅警備隊とかで初めてズームやったけど、なんかもっと難しいんかなと思ってたけど、全然大丈夫やったから、簡単やったからいけると思います。大丈夫。最近絡みが少なく見える。あ、ケイトと、確かに、だって会えへんしな。なるほど。でも普通に LINE とかしてるし大丈夫。仲いいですよ、みんな、メンバーみんなと仲いいです。メンバー大好きなんで。そう、ズーム仕事で使ってるけど簡単なあ。簡単やんね、簡単簡単。ハーサちゃんはゴールデンウィークの祝日全部言えますか？分からへん、ハーサ、ほんま子供の日と母の日しか分からへん。何あと何、緑の日みたいな、分からへん。分からへん。だってゴールデンウィークっていうのがいつ始まってんのかも分かんなかったですもん。うん、母の日違うん？母の日ってゴールデンウィークじゃないんや。え、そうなん？じゃあ何の日なん、母の日って。いや、母の日やな、それは。え？分からへん。祝日ではないんか。あ、なんかもう勝手にやってますよみたいな、母の日は。なんかもう勝手に何考えんとこもな。うん、9月10日あれですよ、第2日曜日、5月の、この前教えてくださったあの方が。そう、なんか母の日は自由にやってくださいみたいな感じか。祝日ではないのか。ラジオ聞いてたよ、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。今日の、今日もね、たくさんのメッセージ見てました、ありがとうございます。そしてあのね、飛行機の紙飛行機を飛ばして一番飛んだやつのに書かれているセリフを言うっていうのもあったんですけど、それに書いてたやつとかもちゃんと見てます。一個ね、早口言葉みたいなやつがあって、それを一回やってみようってなって、その放送が終わってからやったんですけど、全然言われへんかったから、はるちゃんに春口言葉としてこれ言ってみてって提案しようと思います。
そう見てみようと思います。どんなのやったかな。ハーサの謎はまだ謎なのだぞっていうやつです。このスピードでもギリギリや。久しぶりのキイちゃん見た感じ、あ確かにヤクザ風にヤンキーっぽく言うっていうやつ楽しい。なんかヤンキーっぽく言うのハマりますよね。なんか最近とか第1話をその極道を撮ってからそういうヤンキーっぽく言ってとかっていうのをよくリクエストされるんですけど、そうでもそう全然やりますよヤンキーっぽくとかめっちゃ、うん、面白い。バスガス爆発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 うん OKOK。第2話の言えてたな今しっかり言えてましたね。あとねあれハーサ炙りカルビ得意ですよ。なんかこうねこう動作こうやって体を揺れながら言ったらできるんですよ。炙りカルビ炙りカルビ炙りカルビほらうん動きながらほんまにカルビを炙ってるように想像しながら言ったらいけるんです。うん危なかった嘘。ちょっと今日の本題は髪の毛をセットするっていうやつなんですけど、セットすもういつからセットしようかな。もうやり始める？どうしようどうしようかな。どうしようかな。やってみる？やってみようか。実験開始。スタート。スタート。それではまず。予行練習全くしてないからこれが一発本番でほんまに実験ですね。スタート。ひしゃかげすみだ。まずここら辺の上の前髪をどれぐらいの量取ったらいいんこれねえ。みんなで相談し合いながらやろうこれな。一緒に共同作業やで。これを多く取った方がいいんかな。これぐらいかな。これぐらいでこれぐらいでいいんちゃうねえ。知らんがな。みんな考えてちゃんと。んでこうして少ない方が固まる。えねえ右と左の量が違う。これ一緒やな。んでこうやろ。ほらほらほら、後ろ白いとこに行ったら分かるんちゃう。ほらいいんちゃういいんちゃう。じゃあまずこれをこの量を忘れへんようにピンで止めなあかん。ピンちょっと待ってな。よこいじゃ。キャー揺れてる。よいしょ。これでここでまずこっち側からハートの形にしていこうと思いますので、こっち側これをこのピンで網ピンで止めます。どうやって止めるのこれ。ちょっとね鏡をね用意したんです。だからこの鏡でお見ながらやります。ちょっと画面やとこの感覚が分からへんから。おお、あ、あ、いけたいけたいけた。ほら見て、ほらちゃんとなってる。結構本格的。それな。前に来るんですけど、なんかマーライオン的な。ほら見て、ほら髪の毛が出てきた。地味に大変そう。ほんま
これはハーサはあのナンバー自宅警備隊をやった時にこうあの時は真上に伸ばすだけやったんですけど、あのその時にこうやってまずスプレーしてから全体にこうやってなじませてずっとこの形であの乾くまで固まるまであっとくっていうのがいいっていうのが分かったんですよ。だからまずこういう形を作ってまずここの部分だけ先に固めていきたいと思います。いくでみんな待ってこれめちゃめちゃ手疲れるわ、これめちゃめちゃ手疲れる何で2回言った、あの時のデコ出し可愛かった、ほんまにデコ出しいいって言ってもらえるのはすごく嬉しい。腕鍛えれるわ。こうしていくね。怖いよ。見える？いきます。あ！見えた今。ねえ、このね、このスプレーの出る部分が予想以上に横を向いていて全然かからなかったんだ。いくで。いくよ。よしよし、ついたらこうやってなじませるの。あ、いける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 これあの私こういうのをやって実際に歌ったり踊ったりしてるアーティストさんを見たんですけど、どうやって、待っていけるんちゃう、見て見て、あほら見ていけるいける、これどういう風につくって滑舌よ、これどういう風に作ってどうやって踊っても歌っても取れへんようにしてんのってすごい気になったよね。もうちょっと振ってみよう。でどう、みんなこの配信楽しいって思ってもらえれるかな。はい、そして次この毛先の方も固めていきます。あれや、ちょっとマナティのヘアアレンジを見習おう。おお、あっなんじゃこりゃ、ちょっと待ってこれな、むずいな。そう、こういうちょっと微調整が必要な時はこの途中の絵面が一番やばい、あの時はこの親指と人差し指のこの出る部分にこうやってやってシュッてやって、まあこれついてるんですけど、それでここをこう触ってこうやってやるんです。いけるよみんなみんないけるよ。これビフォーアフターみたいなんでちょっとこういう風になりましたね。いけるいける、みんなほら見て、これほら片方できました、うん、片方いきました。こっからやで、ね、みんな、よし何してるのってそりゃそうやんな、前髪でハート作りましてテロップ出しとこう、みんな何してんのってなるよな。絵が見てハート作ります。でハートの文字つけとこう。オッケー、オッケー、ほら見て、ハートハートなるよ本当にみんなびっくりよな、こんなん
こんばんは。じゃあ次、これさ想像以上に早くできるかも。あのなんか私あの自宅警備隊の時も3人でドッキリを仕掛けるために打ち合わせをねやってたんですよ、3時間くらい。その時にあの前髪を立てる練習をして、予行練習をして本番やったんですけど、一回練習してるから本番その前髪をやばい、これで喋ってるのやばい。前髪を立てるのがめっちゃ早くなったんですね、上手くなったんですよ。やからこれもう一回、次もう一回作った時めっちゃ上手くなる気がする。じゃあ次こっち行くな。これびっくりするぐらい早く、早く終わるかもよみんな。んで今度は反対側のこのこれで使うのでピンを取ります。ありがとう、お疲れ様ピン。んで、あーさ器用じゃないで、これぐらいか。このハートがこれぐらいの角度なのでそれに合わせて、これぐらいかな、これぐらいの角度にしてまたスプレーをかけます。これうまくいったらひつまぶしのグループラインに送るわ。お、もうねちょっとうまくなってきて、スプレーを髪の毛に当てるのもね、もう命中力がめっちゃ良くなってきた。色っけー、色っけー、色っけー、よいしょ。おー、こっちちょっと弱いかな。こうやってくっつけんねやろ、こうやってくっつけんねやろ。あー、うーん、どうしよう、もうちょっと強くやっとくわ。ねえ、このつけるケープをつける量を増やしたいので、またこのこういうやり方で。なんかさ、これヘアアレンジ動画みたいな風にめっちゃ細かく説明しとるけどさ、こんなん誰も参考にならんよな、もうな。 でもこれはアレンジ動画という形式でやりますね。これ結構根元の方をしっかりねつけるのもポイントなんですよ。根元の方が崩れてしまうと先端も立たないので、ここまで来たらあとはこれをくっつけるんですけどね、このくっつけるのが問題なの。あの髪と髪をくっつけるというのは私はやったことがないんです。 YouTuber っぽくいくよ、かじゃー。じゃあちょっとここをこう分裂しちゃってるので、それをまずは1本にします。これ家族見たらどんな反応するんやろ。ここをくっつけるんでしょ。ねえいい感じ、見ていい感じじゃない。もうさ地味にうまいな、何をなあ、はあさち地味にうまいかも。ほんま、いやまだねここくっつけてへんからまだ完成ではないね。いくね、これでこのまた手に取るやり方で、おまずここをこう固めて、手に取ってから早く髪の毛につけないと手のとこに固まって乾燥しちゃうから急ぎでやります。え、めっちゃ難しいねんけど、ほら、
っちゃ難しい、ここをくっつけるのが。頑張れてありがとう。こっからやねんな。一回シャーってかけてみる。こうしてこう、これぐらいやったらハートに見えますよね。やっぱりここまで来たらゴムっていうのは使いたくないじゃないですか。ここ、こう、これをこうやって持ってここにかけてみますね。よしよしよし、ファイティーン、ファイト、頑張れ、仲良くなるんだ。どう？もうこれもありっちゃありよな。ねえ、どう？これもうちょっと頑張ってみる。もうさ、髪の毛今すごいよ、これ。もうパリッパリ、本当に。ちょっともう一回やってみるな。ここを、こうして、ここをね、ここの部分を、いくよ、かけるから。あ、こっちからもかけてみよう。よし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 、どう？待って、ここでちょっとこうやって持っときます。持ってくっつけてきます。このまま乾燥させとこう。乾燥させて固まらせます。ねじってみる。確かに我々何を見せられてるんだ。ほんまにな。ここをねじってみる。よし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 、いけるいけるいける。あっ、待って、今一瞬離れた、揺れた。あー、ちょっとキビーな、これ。キビ団子よ。え、これどうやって作ってんの、ほんまに。あのアイドルの方はほんま、待って、鏡見とるとさ、ほんまに厳しいって。キビキビってなったらキビ団子のこと思い出しますよね。メイクさんすごいな、ほんま。ちょっとまたここ枝分かれしてきた。これでバランスよく。難しいね、見て。楽しい。誰を目標にしているの。ほんまに。あ、ピンとかで固定して、なるほど。ここをね、こうやって止めたいのよ。ほら、こういう風にしたい。静止画みたいになった。じゃあこれはもうなんか、もう多分厳しいんですよ。厳しいねん、これはきっとな。
あ、ちょっと根元がこれはな、あれかも。根元もちょっと固めますね。これは多分もう上がくっつくっていうことは多分できひんから、もう一瞬のほんまにくっついてる瞬間を写真に収めよう。それで成功ってことにしようや。それどう思います？私の意見。ちょっと待ってな、もうちょっと頑張ってみるから。これさ、めっちゃ真剣にやってたらほんまに無言になってしまうねんけど、どこに真剣さを使ってんねんって感じやけど、無言になってしまうんよ。みんなどう？どうとか言って、何がどうって感じやけど、やばいな、ほんまアホやな自分こんなことして。でもいいんです、楽しかったらそれで。これで今ケープをじゃない、トリエをつけたから、あーダメだ。あ、見て、もうできたよこれ見て成功、ほらこれ成功やん、やった、みんな写真撮ってますか？白の方がいる？できとるできとる。ちょっとさ、ここら辺は伝染しとるけど、これも触らん方がいいよな、多分触ったらあかんね。みんな嬉しい放送、夢が叶ったんだどんな夢やね。ちょっと あんま頭動かさへんように頑張ろう一歩よちんちゃん、いやー嬉しい、いごってよ、うん嬉しい嬉しい、これ誰かに知らせたい。ちょっとまあやっぱが嬉しいよ。ひつまぶしに送る。ちょっと今携帯で配信してるんですけどね、 iPad で送ろうか。じゃあちょっとここで iPad にアプリを入れて、そう、来ようよ来ようよ。お、こまおー、こますみだー。アプリを入れてハートのフィルターをかけて、可愛くひつまぶしのグループに送りたいと思います。何があるんやろこういうのって、ちょっと分からへんな。みんなよく使うのはスノーか、いっぱいあるやつはスノーですよね。え、めっちゃ嬉しいね、見てうーん、スノーが出てこないんですけど、そんなことあります？ B6 でやろう、B612。 あとよしこさんにも送ります、姉にも、あ、ケイトにも送ろう、ハートコンビ、ハートコンビってあ、すごくない？結構硬くなってる、ほら見て、頭打っても崩れへん、はあはあ、すごい、びっくりやねんけど、これ面白すぎん？
ほんまにこんなアホみたいなことして笑ってんのって幸せってことですよね。ブイブイ。ほんまにさすがトリエの10やで。さすがです。ほんと。なんかすごいな。iPad でこんな写真を撮るのは初めてなんですが。ハートのやつをつけて、ハートのやつってどれ？まあダウンロードしてるから。ハートコンビで、でもケイト前髪長いから、これをこれぐらいの短さの髪の毛があるんかって問題ですよね。それよ問題は。それそれ。ハート、ハートあった。うわすごい顔なるわこのフィルター。すごい顔なる。ちょっとこれはあかん。みんなどんなんがあるの？ん？何もない。難しいな。めっちゃ楽しいやんこれ。楽しんでるのハースだけ？みんなもやってみてくださいこれ。できると思う。男の人とかはやっぱ髪の毛短いから、このハースのこの髪の毛よりも多分短い方もいらっしゃるじゃないですか。そしたらもっとやりやすい気がするよ。やりやすい気がするんだか。あ、オッケーオッケーオッケー。撮ろう。優しい乗ってるからハンさん。あ、フィルターでね、フィルターでハートが隠れるという一番あかんやつ。どう？前髪がない場合、はあ、そっか、前髪が長い人とか、そうやな、ケイトパターンとか、むずいな、なんか短い髪の毛を探してやってみてください。トリエの銃、これどこで買える？これね、私は薬局で買いましたよ、普通に。普通のドラッグストアで売ってました。ネットとかでも売ってると思うし、どこでも結構売ってると思います。配信中に写真撮られる、それな。それな、ちょっとねいい写真のやつがね分かんないんですよ。だからもう何もなしでいこう。ハートは諦めました。よし撮るよ。ピースして。オッケー撮れた。どう？すごい、こんなこんなアホみたいなことをしてる配信に3700人の方が見てくださって嬉しい。ありがとうございます。結構キープしとるよな。嬉しいわこれ。ずっとやってみたかったから、なんかほら見て、横向いても崩れる。横向いても崩れへんで。ほんまにいい感じよ。ケープの凄さは再確認。それな、ほんまにすごい。これってどういう成分なんですかね、めっちゃ気になるんよ。エタノールって何？聞いたことありますよね。なんかこういうなんかおやつとか成分表みたいなやつは、それに入ってる量が多いやつから書かれてるっていうのをなんか習いましたよ、学校小学生の頃習いましたね。ではひつまぶしのグループラインに送りたいと思います。どうやって送るの？ちょっとラインがバグってる。送りたいと思います。ケープは神バイナミダミナミめっちゃ噛む。バイナミミ、そうや、そういえば
ナミミは前髪が命だから、ナミちゃんのお供はケープですもんね。送ってみました、送れました。あとお姉ちゃんにも送るね。でもお姉ちゃん気づくかな。うん、ミラコはね返信早いですよ。なんか暇そうな時とか、暇な時とかはめちゃめちゃ早いけど、ちょっとなんかね暇じゃない時は全然です。あ、まだ誰も見てないな。そう、今日はよしこ多分配信を見てないので、ケイドにも送っとこう。あ、待って、ひつまぶしで誰か見た。誰か見たで、誰やろ、誰が見てくれたのやろ。めっちゃ嬉しいんだよ。誰か気になるな。今一番暇な人ってことですよ、それが。皆さん予想してください、誰か、誰やと思う。既読1ってなってる今。わかりました、返事返ってきた。誰やと思います。あ、みんなミラコが多いですね。あ、かりんさん、おおおお、ナナホというのはないですね。正解はかりんさんでした。かりんさんから返事考えてきました。いつの間にそんな高度な技術を身につけたのって。嬉しい、かりんさん、かりんさん。面白いほんま。キャプテンが嬉しいです。そうやってなんかね笑ってくださるのが嬉しい。笑ってくださってると信じてますよ私は。今ショールームで作りましたって言ってきますね。かりんさんが一番早かった。あ、ちょっと揺れてきたな、毛先が、毛先がとか言って。これにもうちょっと固めてみる、こうシューってやって。いや、余計なことしん方がいいか。みんなでやりたいな。あ、お、あ、あ。姉から返事来ました。姉はね本当に冷たい人間ですよ。姉も暇でした。かりんさんの次に暇でしたね。ハート割れとるやん。割れてないよな、これ。割れてないですよね。ハートの先端をねじって、ちゃんとしたハートにしって。いや、これ多分ねじっても無理なんですよ。これが一番安定してると思うねん。どう思う、思わん。ネジって失敗してこれが終わってしまったらすごく悲しいからやめとこう。ケイトにも送っとこう。ヨシコ見てるって。ヨシコ、ヨシコが今見始めたらしいです。見てるからなとか言って。めっちゃちょっと揺れてきた。ちょっともうちょっと固めようかな。でもなんか前はこの前髪全部上げてたから洗うの大変やったけど、この束だけでいいから全然楽だと思います、洗うの。あ、なんかさ形が変わってきてさ、ここがどんどん深くなってきた。整えてみますか。これねじっていけるもんなんかな。ねじってみましたよ今。ちょっと待って、そんでねじったところをこうやって。
ゲップ、振りまーす。よいしょ、あ、来た、みんな来たよ。もっと安定したいいやつができた。ちょっとハートのバランス悪いかもしれへんけど、これすっごい髪の毛痛まへんか心配やな。見て見て、さっきのとどっちがいい？んで上らへんをもっと固めて、ま、もう一回固めてこの形でキープ。これはすごい髪の毛が荒れるわ。もうなんかこれさ可愛くないよね、ほんと。もうここまで来たら可愛くないわ。ほんまにこういうのを作るメイクさんってすごいですね。なんかどうやって作ってんのかはほんま知りたい。めっちゃ知りたいです。前に傾いてるんですよこれ。まあでもこうやって正面から見たらハートに見えるからいっかって。ほんまこんなん作ってる人ほんますごいと思う。あ、逆毛やろうとね、ちょっとよしこが言ってるんですけど、お姉ちゃんが逆毛を立ててんのか。そういうこと、そういう風にやるんや、すごっ。いい思い出になりました皆さん、お付き合いいただきありがとうございます。ほんまに、あ、こうやってやると細長いハートになる、見て、ほら、本当にお付き合いありがとうございます。いい、これを一回人生でやってみたかったんで、すごくいい思い出になりましたね。というわけで皆様無事にできたということで、そろそろ配信終わりたいと思います。私は5時間も昼寝をしたのに眠気がきました。お風呂を入ってこれを洗って寝なければいけません。皆様本当にありがとうございました。いい企画でした。他にもっとなんかいろんな形できひんか調べていますね。本当ありがとうございました。これはまた載せますね、写真撮って。じゃーん、私の前髪で、以上私の前髪でハートを作ってみようのコーナーでした。イエーイ、ハートハート。ほんまにこんなんで笑ってくれる皆さんがほんま優しすぎますね。ほんまに優しいからハーサはこの企画をできたんやわ。企画とか言って。これが企画ってな。指ハート後ろからかけて。どうやって、お、むずか、はい。見えてますか、はい、 OK。 ではではとか言って、ではランキングを読みたいと思います。後半感動に泣いてた、それはやばい。おもろ。ではランキング読みます。13位、トップティーのおしょうさん。12位、大輝さん。11位、成島雅弘さん。10位、山田真剣佑さん。9位、あ、めっちゃバイク来た。9位、ソムーンインさん、カムサムダー。8位、ヤックン。あ、ランキング変わった今。ね、ランキング変わりました？ちょっと変わった、これ変わったな。
もう一回13位からいきます。いきますね、いくよ。13位大輝さん、12位山田真剣佑さん、11位ソムインさん、10位ヤックンさん、9位ハルケンさん、8位タレさん、合ってるかな読み方、7位コンペイトーさん、6位マリア超ガチ恋サオマルハーサは俺の嫁さん、5位、クレパスゆーちゃんさん、4位成島まさひろさん、3位やっさん、2位ともさん、そして1位ようちゃん隊長です。ありがとうございます。トムさん向いだ嬉しい、皆さん見てくださって笑ってくださってありがとうございます。こんなしょうもないのしょうもないというか、しょうもないなこんな意味がわからへんことやってるやつを見てくださって笑ってくださってありがとうございます。めっちゃ楽しかったよこれ、こんな楽しいわ。成功してよかったです。一発本番やったけど実験大成功、わーいやったー、嬉しい、わーい。では皆様見ていただきありがとうございました。みんなじゃあお風呂入ってしっかり髪の毛洗って寝ます。私は明日も頑張って早起きするために寝ます。では皆様おやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました、アンニョン、バイバイ。